猫はどうして動くものに飛びつくの？みんなこんにちは、はてなくんだよ。今日は猫ちゃんのお話。猫ちゃんお願いします。にゃ、俺は猫。みんなの中には猫っていつも寝てていいなぁなんて思ってる人もいるかもしれないけど、実は俺たち猫は名ハンター。もともとはネズミや鳥、トカゲなんかを自分で飼っていたのさ。見てくるよ、出し入れ自由なこの爪を。そして鋭い歯、時には2メートルも飛んじゃうジャンプ力。目は暗闇の中だってよく見えるし、耳だっていいんだぜ。そんな天性のハンターの俺は、動くものを見ると野生の血が騒ぐんだ。まさに本能ってやつだね。動くもの、猫じゃらしとかボールなんかを見ると襲いかかっちゃうんだ。あ、でも何にでも襲いかかってるわけじゃないぜ。ネズミやリスみたいに小さくて似た動きをするものに襲いかかるんだ。さすがにどんなに動いてたって車やバスに飛びつく猫はいないぜ。獲物の対象じゃないからな。僕は草むらに身を隠して獲物を待ち伏せるんだ。目を凝らして耳を澄ませてね。獲物がやってきたら爪を引っ込め、お腹を地面につけるようにしてそーっと忍び寄るんだ。そして体全身をバネのようにしならせて飛びつく。引っ込めていた爪を出し、獲物の急所の首筋に噛みつくんだ。じゃ、そんなわけにゃ。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録して君も生き物博士になってね。じゃあねー。バイバーイ。